太いハリスは見切られる。針の色を変えると釣果が変わる。派手なルアーほどアピールする。釣り人は魚の目を欺くために様々な手段を考えます。これらには生物学的な裏付けがあるのでしょうか？そこで餌の捕食や危険回避に欠かせないのが視力です。魚にどのようにものが見えているのか確かなことはわかりませんが、それを様々な角度から推測することによって釣果の向上に結びつけることが可能かもしれません。今回は魚の視力について解説します。本日の結論です。視力は弱いが視野が広い。本日の目次です。魚によって見えやすい方向が違う。魚から釣り人は見えているか。色を見分ける能力。夜の視力。視力を補う魚の感覚。最後に特典パートとして主な魚の視力を紹介します。それでは解説していきます。魚によって見えやすい方向が違う。魚の視力はどれくらいなのでしょうか？人間で言うと 0.1 から 0.4 程度しかありません。そもそも目の構造が異なり、人間の目よりも水晶体が厚く視野が広いのが魚の目の特徴です。人間の目は水晶体の厚みを変えてピントを合わせるのに対し、魚は水晶体の位置を動かしてピントを合わせます。視野が広い反面、視力が弱いのが魚の目です。陸上と水中では見え方が違うため、人間の視力と単純比較はできません。しかし、人間が水中で見通せる距離の倍以上まで見えているという研究結果もあります。顔の前面に目のある人間に対して、魚は顔の側面に目があります。人間と魚では、体に対する目のつき方からして違っています。首を動かして振り向く動作ができない魚は、常に上下左右、すべての方向が見えていなければいけません。そのため、魚の目は視界が広く、目に対して180度に近い範囲を見渡せます。しかし、よく見える範囲は魚種によって異なります。魚は体の側面に目がついていますが、右目、左目の視世界が重なる部分、このよく見える範囲を両眼視野と言います。両眼視野については、よく見えるものの、そこから外れた範囲については、視力が数段落ちるとされています。魚によっては、上下方向についても視界が重なる範囲があります。魚種によってこの両眼視野は特に上下方向で異なります。アジやカツオは斜め上方、スズキやマハタは前方、マダイやクロダイは斜め下方が両眼視野の方向、すなわち最もよく見える方向です。このことは目のつき方を見ても大体想像がつきます。頭の上の方についていれば上がよく見え、下側についていれば下がよく見えるということです。イワナやヤマメなどのように主に表層にいる小魚や昆虫類などを捕食する魚と、フナのように定性の動植物を食べる魚を見比べればその違いがわかりやすいでしょう。結局、魚にとっての視覚は自分の後方のわずかな角度だけということになります。魚から釣り人は見えているか？魚は水面を通して陸上まで見えていると考えられています。この概念をフィッシュウィンドウと呼んでいますが、その視野は約97度で、水中と空気中での光の屈折率の違いから、頭上だけでなく水平線近くまで見えていることになります。水中からの光が水面で屈折した時に、水面で反射するかしないかの境目となる角度を屈折臨界点と呼びます。水の場合、この角度は垂直軸に対して約 48.5 度になります。人間の目から見ても同じことで、水中から水面を見上げると同じ現象が起きることがわかります。魚の目は両眼視野から外れた範囲であったとしても動いているものを捉えます。いわゆる動体視力は優れていると考えられています。
渓流釣りに代表されるような浅いところに住む魚に近づくときに、ゆっくりとあるいは物陰に隠れるようにして動くことは、魚に釣り人の存在を察知されないために必要なことです。もっとも水が濁っているような状況では、陸上の様子が見えづらいのは当然です。多少水が濁っている方がよく釣れるという経験のある釣り人も多いことでしょう。水面が波立っていると、水中の魚からは人間の姿が分かりにくくなりますが、それが動いているかどうかは十分に認識できます。警戒心の強い魚に対しては、やはり慎重なアプローチが必要でしょう。色を見分ける能力。網膜細胞には色の識別に優れる錐体細胞というものがあります。人間には3種類の錐体細胞があり、それぞれが認識する色の波長が異なります。つまり人間は3つの原色を捉え、その掛け合わせで色を判断しているということになります。多くの魚にはこの錐体細胞が4種類あるので、色の識別に関しては人間以上ということになります。また学習実験でも魚種によって差はあるものの、多くの魚は色の識別ができることが証明されています。ただし、マグロやカツオなどは色を識別していないとされています。しかし、それが魚にとって逃げるか攻撃するか食いつくかといった判断にどのように影響しているかは不明です。例えば、イワシなどの小魚を捕食している魚を釣るためのルアーは、イワシをリアルに模したカラーだけではなく、黄色やピンクといった自然界に存在しないようなカラーで釣れることが頻繁にあります。その反面、同じイワシカラーでも微妙な差で釣れたり釣れなかったりします。ルアーの場合、リアルではないからこそ釣れるというケースもあり、判断は難しいのですが、いずれにしても釣れる色は学術的な裏付けよりも釣り人の経験則によるものが大きいと言えます。夜の視力。人間と同じく魚の目には錐体細胞以外に眼帯細胞があります。明るいところでは網膜の表面に錐体細胞が出てきて、暗いところでは眼帯細胞が出てきます。人間が明るいところから急に暗いところへ行くと、周囲が見えるようになるまでに時間がかかるのは、この細胞が入れ替わるタイムラグがあるためです。魚にも眼帯細胞があるということは、少ない光でも見えているということです。ただし、光がなければ色も鮮やかに出ないのは、陸上も水中も同じことなので、夜間における色の識別は難しいと考えられています。視力を補う魚の感覚。視界がほとんどないような濁った水の中でも、魚は餌を探し出して捕食します。逆に自分を捕食しようとする魚が近づいてきたときは、機敏に逃げなければいけません。もし魚が目だけの感覚に頼って生活しているとするならば、偶然鉢合わせになった相手が小魚か大きな魚かによって生死が決まってしまうことになります。つまり視力以外の方法を同時に使って自分を取り巻く状況を確認しなければ生きていけないのです。人間同様、視覚以外に聴覚、嗅覚を持ち、さらに側線という優れた感覚器官を持つ魚にとって視覚はどれくらい重要な感覚なのでしょうか。魚の視力ばかりを気にするのではなく、その他の要素に目を向けることも釣りをする上では大切です。それでは特典パートです。主な魚9匹の視力を紹介します。最後の方になるほど視力がいい順に紹介していきます。ブリ0.11、 スズキ 0.12、 マージ 0.12、 クロダイ 0.13、 メジナ 0.13、 マダイ 0.16、 ブラックバス 0.17、 マハタ 0.24、 カツオ 0.43。 今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。